問目問題。ハテナに入るものは何でしょうか。ね、入るやつ、はい、画像を見てもらいます。こちらです、ドン。はい、いやいや、もう笛と軍が並ぶことないよ。マジか、マジか。そのあたりも考えながら、ハテナに入るものをお考えください。おいおいおい、しっちゃかめっちゃかだって。なんだこれ。それぞれ皆さんの答え見ていきましょう。ではまずはちょっと苦しみながら書いたスコヤの回答を見てみましょう。こちらです、ドン。側、側、あのもう寿司、軍艦、具、縁側しか考えられなかった。なるほど、なるほどね。縁側のグラフの縁、食べたいね、うん、なるほど。縁に続く何かとか、縁なんかあの漢字のあの辺とか作りとかそういうやつを組み合わせる系かなとか思ったんですけど、まあでもやっぱ縁がきな臭かったんで、縁側食べたい気持ちをここにぶつけました。お寿司の気分ですね。お寿司の気分です。さあでは続いて長尾くんいきましょうか。長尾くんの回答こちらです、ドン。飯、寿司かもしれません。寿司ばっかが、寿司かもしれませんね。酢飯、朝飯やな。とね、ケーキに見えましたね。ケーキ、ケーキ、ね、その円グラフのね、黄色いところがね、ちょっと見せてくださいよ、円グラフを。はい、ショートケーキかなみたいな。うわ、うわ、確かにいた。ショートケーキかな。ケーキと飯の関連性は、うん、やっぱ食うもんじゃないですか。飯、確かに。さあ、ワンチャンかするかなと言ってたフワ君の回答を見てみましょう。こちらです、ドン。蜜だね。蜜。おっ、はい、やっぱでも漢字一文字っていう着眼点はやっぱ一緒だよね。あ、そうっすね。うん、ありますやっぱ。そこぐらいです。さあ、それではラスト、源月くんの回答を見てみましょう。こちらです、ドン。はい、エラ。お、これはどうして？今この中に数字が1から5までしかなくて、あのグラフもらっていいですか？おグラフを。グラフの中に1から5までしかなくて、円グラフが5文字だったんで、5文字目と1文字目で増え、3文字目と2文字目で軍、1文字目と、あ、3文字目がグーだから1文字目と4文字目でエングラのエーラかなと思って。なるほど。トウジロウ、もう一回言ってくれ。このパーセントの下線の部分が、あんまりクイズになったってことか。円グラフの下にも下線が引いてあるから、5文字目1文字目を円グラフの中から持ってくると笛になるんですよ。ほら、これ5文字目でしょ、これ5文字目でしょ、これ1文字目でしょ、はいはい、ほんまほんまふうえ、はいはい、ほんまほんまほんま。だから10、今回14で一応そのだけ不安に出てほしい。だからエラかなと思ってエラにします。なるほど。はい、源月くんの回答、解説まで含めて大正解です。おめでとうございます。やったー、素晴らしい。いいじゃん。めっちゃ強い。ちょっと今から3対1にしようか。なんでだよ。ちょっとあれですね、今まであの結構あのグラフ自体に意味があったので、そこで